ナイフレストナイフレストは、ナイフがテーブルに触れるのを防ぐためにナイフを置くのに用いるテーブルウェアである。ナイフだけでなく、ナイフとフォークの2本、あるいはナイフフォークスプーンの3本を乗せる場合もある。いずれの場合もナイフレストと呼ばれている。同様の食器に、スプーンレストやアジアで用いられる箸置き、箸、スプーン置きがある。近代的なナイフレストは、 17世紀末から18世紀、初めに発明されたが、おそらくは、ただの木にナイフを置くことは、ヘンリー・パッセイの時代に遡る。これらは、ナイフ、フォーク、テーブルクロスが、食べ物の汁で汚れるのを防ぐために開発された。しかし、後に、これらはセットで発展した。ビクトリア朝時代には、ナイフレストは、様々な素材、デザイン、形のものが作られた。 素材としては、金、銀、真珠草、造毛等が用いられた。フランスでもポルテクートスとして知られるナイフレストが作られた。ロシア、ドイツやその他のヨーロッパの国でもこの頃にナイフレストが発達した。同様に中国では箸置きが作られた。19世紀末からほとんどのナイフは取っ手に向かって重みがつくように設計されるようになった。このため、 ビクトリア朝末期のエチケットのマニュアルでは、ナイフを置くことで、テーブルクロスが汚れる心配をすることはなくなったと、書かれるようになった。20世紀中盤に向かって、重い骨の取っ手が軽いプラスチックに変わるようになり、テーブルクロスを汚す危険が再び現れてきた。西洋の世界では、ナイフレストは20世紀前半までは、上流階級を中心に実際に、 テーブルで使用されていたが、現在は大部分がコレクターアイテムとして購入されている。ありがとうございます。